1十9 8年世代は、1898年のスペインで自国の更新制を憂いて、未来を模索した知識人の集団を指す名称。小説家、詩人、随筆家、哲学者などで構成された。1898年の米西戦争1898年にアメリカ合衆国と戦った米西戦争で敗れたスペインは、同年12月10日のパリ条約によって、 キューバ・プエルトリコ・フィリピンを失い、大航海時代から保持していた、植民地をほぼすべて喪失した。スペインとは何か、スペイン人とは何か、スペイン、スペイン人の本質はどこにあるのか、スペイン、スペイン人はどうしたら再生できるのかなどを問い、スペイン的美徳やスペイン的価値を再認識した。構成者の多くは百六十四年から百七十五年に生まれた。 若い著作家や思想家などであり、彼らによって哲学的な随筆や思索的な小説が出版されている。マドリード出身のハシント・ベナベンテ以外の全員がカスティーリャ地方以外の出身であり、スペインの衰退や更新性をもたらしたものはマドリード、またはカスティーリャであると批判した。なお、 98年世代という名称が生まれたのは1913年になってからのことであり、アリソンが自身の随筆のタイトルに使用した。ありがとうございます。